伊是名久男の猫と沖縄スポーツと予防介護の話。皆さん、ハイサイニョー。ふらふー。はい、今週も鼻で笑ったところで始めていきましょう。ラジオパーソナリティを務めます伊是名久男です。よろしくお願いします。でこの番組ですね、まあ、何の番組かということで、まあ、猫の話であったりですね、沖縄スポーツの話、また予防介護の話をしていきます。はい、スーパーシェイク番組となっております。よろしくお願いいたします。ということでですね、はい、私の方もですね、まあ、沖縄のお笑いの祭典 O1 グランプリですね、予選応募しました。まあ、11月15日ですね、はい、頑張ってきます。はい、もうネタもですね、ちょっと、まあ、仕上がってるって言ったらですけど仕上がってはないんですけどですね、まあ、素人ですけれども、まあ、プロの方々にですね下克上できるように少しずつ頑張っていきます。またですね、この番組の方ですね、協賛スポンサーやですね、協賛いただいております。東京とですね沖縄にもあります IT 企業会社ですね、株式会社リバース株式会社リバースさんの協賛スポンサーを得ています。ちょうど僕T シャツもですねつけておりますけれども、はい、 T シャツの方でもこのリバースさんですね、はい、つけてます。また見てみてください。これ僕の T シャツなんですね。はい、結構まあ売れて売ってるんですけども、まあ買っていただいてる方もいらっしゃいます。ありがとうございます。 YouTube 見てる方は多分見えると思います。これですね、まあ、グレートビーストって書いてるんですけども、まあ、この意味はですね、まあ、野獣の中の野獣みたいな感じの意味らしいですね。はい、そういった感じですね。また沖縄ヒーチャンネル SNS の方でも、まあ、TikTok だったりですね、 Instagram の方だったり、あと YouTube の方ですね、の方でも沖縄ヒーチャンネルで検索していただければですね、僕の猫たちとか僕がちょっといろいろですね、突撃レポートみたいな感じでもいろいろやってますのでよろしくお願いします。そうだ、産業祭りですね、沖縄の産業祭り、皆さんお疲れ様でした。はい、僕も行ってきましたよ。僕は土曜日ですかね、土曜日の夜行ってきましたけれども、はい、もうすごい盛り上がりで、はい、もちろん、まあそうですね、FEC さんの山城友次社長の方とですね、やっぱお会いして、ファニーズ T シャツ 3L くださいっていうことですね、 3L サイズの T シャツ購入しました。はい、それとまた株式会社沖縄ホーメルさんの方でもですね、まあ、いろいろと盛り上がっていただいてですね、はい、ありがとうございます。またその動画とかもですね、まあ、盛り上がってる動画とかですね、沖縄ヒーチャンネルの方で投稿しますので見てみてください。いいですね、なんかもうコロナ明けでですね、もうみんなもう活気盛んでっていう感じで、やっとコロナ抜けたかっていう感じをちょっとしましたね。はい、とっても嬉しかったです。はい、じゃあ猫のコーナーからですね始めていきましょう。猫のコーニャー、ふらっほー。さあ、今週の猫のコーニャーの方はですね、猫に飲ませていい水悪い水ということですね、ちょっとお水に関わるお話をしていきたいと思っております。はい、まあ猫を飼われてる方はですね、まあ、水、まあ、いろいろ気になさってる方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、うちはですね、まあ、水道水ですね、はい、水道水を与えております。でちょっとな、
まあご飯に関しては、まあ、主に手作りだったりするんですけれども、まあ、手作りとかパウチとか、まあ、たまにあげますけれども、はい、まあ、水気にすることってなかなかないですよね。僕もちょっとあ水かと思ってですね、ちょっと水の勉強をしましてですね、ちょっと、まあ、獣医師さんの方のですね、まあ、インターネットだったりいろいろ見てですね、また今話していこうと思いますけれども、まあ、猫に飲ませていい水悪い水ということでですね、じゃあ皆さん問題です。丸か×かはもうラジオの前で答えてください。水道水は猫に与えていいでしょうか、丸か×？正解は丸だそうですね。え、水道水って飲ましていいのっていう感じなんですけども、まあ、基本的にですね、まあ、水道水で OK らしいです、はい、これなんでかということなんですけれども、まあまあ、水道水の方はですね、まあ、厚生労働省の基準を、まあ、クリアしている、まあ、水だからということでですね、いいそうですね。特に基本的に水道水でも大丈夫だよということらしいです、はい、じゃあ次行きましょう。猫に飲ませていい水悪い水ですね、まあ、丸かバツ。次ですね、ミネラルウォーター飲ませていいかな、丸かバツ。ミネラルウォーター、まあいっぱいありますね。今人間でもミネラルウォーター、まあマグネシウムだったりですね、ミネラルが入ってるとかですね、まあ体に良さそうな水がいっぱい人間でも売られてますけれども、さて猫にミネラルウォーターで飲ませていいのっていうことなんですけれども、これか丸かバツかで言うとバツらしいです。と思いました。俺ミネラルウォーターって猫に飲ませていいと思ってたんですけど、まあ、飲ませてないですよ、飲ませてないんですけど、まあ、人間飲んでいいんだったら猫もいいじゃん、まあ、哺乳類だからっていう感覚じゃないらしいですね。はい、じゃあ何がダメなのかっていうことなんですけれども、まあ、このミネラルウォーターにもですね、マグネシウムやあのリンなどが入っておりですね、はい、まあ、猫においては尿石症の原因となる、まあ、ミネラルを含むものがあるので、まあ、おすすめはですねあまりしないそうです。はい、ミネラルウォーター、なるほど、尿石症の原因になる恐れがあるということで、うん、ダメっていうことなんですね。じゃあもう一つありますよ、これは大丈夫でしょう。猫に飲ませていい水悪い水ですね、シンクや風呂場の水飲ませていいか、丸か×。シンクや風呂場の水は猫に飲ませていいか、丸か×。これは×ですね、はい、まあ、シンクや風呂場の水は、まあ、単純に人間も考えてそうですね、カビが生えやすいところなので、まあ、直接舐めるのは、まあ、やめましょう、やめさせてくださいということでですね、まあ、シンクや風呂場の水は極力の、まあまあ飲ましちゃダメよということですね。はい、まあ、水道水、まあ、基本的に与えていいということなのでですね、まあ、へーっていう方もいらっしゃると思いますね。はい、ということで今日はですね、猫に飲ませていい水悪い水を悪い水をですね話していきました。あ、じゃあ次は沖縄スポーツのコーナーに行きましょう。沖縄スポーツのコーニャー、ふらっほーということでですね、沖縄スポーツのコーニャー、今日はですね、まあ、昨日、はい、10月29日ですね、まあ、日曜日、まあ、もう沖縄の国際通り那覇ですね、はい、もう約およそですね2000人が空手演武をしたということでですね、はい、もうニュースでもですね、もうよく見てる方もいらっしゃると思います。またね、演舞に参加された方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。まあ、このイベントなんですけども、まあ、昨日の空手の方ですね、
まあ、このイベントは空手の魅力を多くの人に知ってもらおうと沖縄県などがですね、まあ、主催したもので、まあ、国内外のですね空手愛好家およそ2000人が参加しましたということでですね、まあ、僕も那覇市内の方に住んでるんですけれども、まあ、沖江通りの方とかですね歩いて、まあ、見ても、まあ、昨日日曜日でしたけれども、まあ、土曜日もう空手着つけ、まあ、下は空手着つけてる外国人の方とかですね結構いらっしゃいましたね。はい、純駆動に歩いてったりとかですね、はい、結構歩、まあ、空手、まあ、空手着のね、下つけたのズボンつけてたら、あ、空手やってる人だ、あ、国際通りで空手の演舞に出るんだなみたいな感じですね。結構ですね空手の関係でも、まあ、インバウンドって言ったらあれですけど、まあ、観光で来られてる方も、はい、いらっしゃると思いますしですね、まあ、かっこよかったですね、はい、ちょっと次回にはちょっと見には行けなかったんですけども、行かなかったんかいっていう感じなんですけど、まあ、ニュースの方でもですね、はい、見させていただきました。はい、そして最後はですね、はい、参加者およそ2000人で正拳50本突き、すごいですね。最後は参加者およそ2000人で正拳50本突きをですね披露したということでですね、はい、まあ、世界の平和を願いながらということで正拳50本突きをしたということでですね、最後にもうこれもニュースでねやってましたけど、すごいですね、もう、はい、もうなんだろう、気合がもうテレビからでもねもうすごいもう分かるので、行ってみればよかったなっていう感じはするんですけど、すいません、はい、ちょっと行けなかったんですけど、はい、まあテレビでも全然あの気合とかだし、気合だったりあのなんですか、ね、目力だったりですね、なんですかね、僕一応空手はやったことはないですけど、まあね、もう正拳突きでもピタッて止まったりとか、あれはやっぱりやっぱ空手されてる方はもう拳一突きでも命かけてですねやってる方もいらっしゃるので、なんかすごい魂を感じましたよ。はい、はい、じゃあ今週はですね沖縄スポーツのコーナーは、昨日10月29日日曜日ですね、いや、およそ2000人が空手演舞をした話をいたしました。次は予防介護の話いきましょう。予防介護の話、フラッホーということでですね、今週予防介護の話をしていきましょう。はい、まあ、介護予防じゃないのっていう方もいらっしゃいますけれども、まあ予防介護、介護予防どちらでもいいそうです僕はちょっと予防介護っていうことでですね、はい、予防をちょっと前にしてますけれども、まあ、僕の方も柔道整復師っていう資格を持ってまして、機能訓練指導員ということでですね、約8年以上はもうデイサービスの方でですね従事した経験がありますけれども、実務経験ですね。それで今体操教室をですね、まあ、至る所でやってますけれども、やっぱりこれから秋口になってますかね、で冬、ま、もう高齢者にとってはもう転倒ですね、転倒が多くなる時期に入ってきますね、はい、で今からですねしっかりした下半身作りだったりですね、まあ、体の運動機能ですね上げていけるようにですね、まだちょっとその手助けが少しでもできるようにということでですね、予防介護の話をしていきましょう。はい、今日はですね、自宅での転倒事故をですねやっぱり予防していきましょうということで話していきたいと思いますね。はい、まあ、65歳以上の高齢者のですね、
まあ、転倒事故の場所ランキングということで、まあ、以前にも話したことはあるんですけれども、まあ、第1位が居室ですね。居室で約 45% ということでですね、はい、まあ、意外に今居室普段にいる、まあ、茶の間だったりですね、リビングとかですね、居室、まあ、安全なイメージがあると思うんですけれども、まあ、もう夏場、まあ、扇風機つけてる方、まあ、いらっしゃる、まあ、もうご家庭あるとは思うんですけど、まあ、これ配線とかですね、自分が動く動線にですね、何か線を置いたりとかですね、見えにくいもの、あの段ちっちゃい段差があるんだったら、そこにちょっとあの何ですかね、ビニールテープでもいいです。あの見えやすい、転倒しないようにですね、そういう工夫をですね、まあ、ご家族さんの方で気を使っていただけるのでしたら、あの気を使っていただいてですね、居室での転倒を予防していただけたらと思います。はい、じゃあ自宅での転倒の事故の第2位ですね、場所ですけれども、まあ、階段、まあ、自宅内の階段約 18.7% ということで、はい、階段でですね、やっぱり登ったりする時よりもやっぱ、まあ、降りたりする時もやっぱ、急に膝折れとかですね、膝がガクってなってちょっと転んだりとかする、まあ、恐れもありますので、まあ、もう階段でですね、もう危ないなと思ったら手すりをですねつけていただいた方がもう手っ取り早いですね。でデイサービスだったりですね、まあ、リハビリデイサービスだったり、まあ、デイケアさんとかデイケアさんでもですね、あの反復運動ですね、マシンがある施設であればですね、反復運動ですね、反復での筋力訓練をしていただければと思いますね。まあ、レッグプレスだったらレッグプレス、足でですね、足の裏で押す機械があるんですけども、レッグプレスだったり、まあ、階段登ったり時に、まあ、下の方にですね、力を加えて上り下りの、あの下半身の耐久性を高めていくとかですね、はい、それとか、まあ、マシンの方もうまく反復運動ということでですね、まあ、機能訓練指導員がいるところは機能訓練指導員の方のですね、あの指示に従ってですね、運動機能、これからですね、秋口冬口入っていくので強化していただければと思います。はい、じゃあ自宅での転倒事故第3位ですね。第3位、転倒しやすいところ、台所約 17%、まあ、階段が 18.7% で、まあ、台所も約 17% ということで、あ、台所ですね、まあ、台所も確かに、台所は横の移動ですね、横の移動、はい、横の移動ですね、右行ったり左行ったりで、その時に足クロスしないように、これもですね、結構僕思ったんですけど、いろいろまあデイサービスですね、まあ体操やったりとかして、スクエアステップって分かりますかね、皆さん。スクエアステップ、まあ立ったりですね、まあ車椅子でもスクエアステップできると思うんですけども、あれとっても有効ですね、リハビリに。うん、まあ認知症予防っていうことでですね、まあやってはいるんですけども、僕の方ではですね、まあ、今言ってるデイサービスの方でもですね、やっぱスクエアステップやってはいるんですけども、やっぱ運動機能評価しやすいですね。あのこの人重心が前寄りだな後ろ寄りだなって、あの急に膝折れしやすいなとかですね、バランスの評価にもですね、スクエアステップですね、とっても有効ですので、使っていただけたらと思います。はい、ペタペタ歩きしてるんだったら、もう少しふくらはぎの筋肉鍛えて、バランスのですね強化してもいいんじゃないのとかですね、また、まあ、結構これ万能ですよ、スクエアステップ。はい、僕はちょっと、まあそうですね、スクエアステップで評価して、運動機とかですね、また、まあご利用者さん本人に伝えたりとか、まあ、こういった運動した方がいいよ、お家でこんな方こういう風にした方がいいよとかですね、伝えたりですね、宿題を渡したりとか、こうやってくださいっていうのをやってますけれども、はい、ということで、またスクエアステップの方もですね、また横のステップとってもいいです、この訓練使ってみてください。じゃあ自宅での転倒事故を予防しようですね、第4位、玄関ですね、玄関、まあ、玄関で転倒、まあ、約 5.2%、まあ玄関、まあ、高い昔のちょっと作りのところのお家はちょっと玄関高めのところが多いですね。
まあ、その時はちょっと代用使っていただくとかですね、それはちょっと工夫が必要ですね。はい、じゃあ次第5位は洗面所ですね。洗面所が約 2.9% ということで、まあ、洗面所、まあ、床が濡れている、滑りやすい、それは転ぶわっていう感じですね。はい、まあそれは転ぶわって言ったらあれですけど、まあ転ばないようにですね、あの床が濡れていても何かしらですね、シートを置いてあげるとかですね、はい、何か そちらの滑らないような工夫もされてみてください。まあ、意外にですね、自宅での転倒ということで、まあ、薬の副作用によるものもですね、注意が必要ですね。まあ、薬のですね、まあ、作用、副作用によるものの転倒も注意が必要です。まあ、血圧降下剤ですね、あの、まあ、高血圧の方も飲まれていると思います。血圧降下剤か降下薬ですね。はい、まあ、めまいだったり、ふらつきだったりですね、そちらの方でちょっと副作用とかですね、強くなるようでしたら、主治医の方にご相談いただければと思います。また睡眠薬、これちょっと僕デイサービスとか関わってきてですね、そうですね、睡眠薬の副作用だったり、副作用というかね、あの睡眠薬飲む時間昨日遅れて、まだ薬効、薬の効果が続いている時に朝方ですね、まあ、転倒したとかですね、これも結構多いですね。トイレ、まあいつも、まあ、9時に睡眠薬飲んでるけれども、あまり飲むの忘れて11時とかに飲んでしまったと、飲んだと、で、まあ、朝の、まあ、3時ぐらいですか、起きてまだ眠気がある、まだフラフラすると、でトイレに行かないとちょっとね、おしっこが漏れちゃうということを言って、やっぱフラフラした中で転ぶとかですね、そういったのもあるので、ちょっと睡眠薬の取り扱いについてはですね、睡眠薬とか安定剤ですねの取り扱いはちょっと今一度ですね、気を使ってですね、あの服用されてください。まああと、まあ抗神経薬ですね、抗精神病薬っていうのがあるんですけども、まあ、気分障害の方だったりですね、まあ、認知症を患っている方が飲む薬があるんですけれども、まあ、そちらの方も、まあ、脱力感だったりですね、まあ、筋肉の緊張低下っていうこともありえますので、この抗精神病薬っていうのがあるんですけども、はい、そちらも脱力感、筋肉のですね、あの緊張低下ということで、まあ、立ちたいけどもちょっと足にちゃんとあの力が入りにくい、でもトイレに行きたいとかですね、まあ、まあ移動したいとか、そちらの方でもちょっと朝方起きにくいとかですね、あるんでしたら、そちらの方ももうあの主治医の方にご相談ですね、していただければと思いますね。はい、あとですね、まあ自宅でのテント、まあこれからも冬場に、まあ秋口冬場になっていくと、まあ高齢になっていくと、まあ前も話してますけれども、あの早い筋肉ですね、速筋の方の筋繊維の方からですね、ちょっと衰えやすくなるのでですね、まあちょっと高齢になるほどなってくるほどですね、ちょっと早い筋肉とかですね、早い筋繊維、速筋の方にアプローチするようなですね、機能訓練、まあそうですね、スクエアステップもそうですし、まあレッドコードもですね、有効ですね、レッドコード、まあ、チューブラリ、コードを吊るして足の方にですね、引っ掛けてやるのも、あれも筋繊維の速筋だったり、まあ、まあ、速筋だけじゃなくですね、まあ中間繊維とかですね、まあいろいろありますけれども、とってもレッドコードもとっても有効ですね。はい、はい、じゃあこれでですね、自宅での転倒予防、あ、転倒事故を予防しようということでですね、はい、またちょっと秋口冬口になるので、またデイサービスとか通われてる方は、またご家族さんがいる方はですね、機能訓練指導員さんの方にですね、まあ、いろいろ話してみてはいかがでしょうかと思います。はい、じゃあこれで予防介護の話を終わっていきましょう。78.0 FM Naha Your radio station.
はい、エンディングトークです。はい、もう時間ですね、結構してきてますけれども、ちょっと、はい、自宅での転倒予防、転倒事故を予防しようということで、ちょっと話長くなりましたけれども、はい、秋口ですね、冬口気をつけてください。ということで、この番組の方ですね、IT 企業のですね、株式会社リバース東京沖縄久茂地にもあります。 IT のことなら株式会社リバースさんによろしくお願いします。僕の T シャツの方もですね、リバースさん のスポンサーつい、協賛スポンサーついてます。 T シャツをつけてますよ。はいはい、そうですね、まあいろいろ僕の方もですね、まあ、モデル業も頑張りの、そうですね、頑張りの、まあ、タレント業も頑張りので、11月に関してはもう沖縄のお笑い O1 グランプリ予選出ますので、はい、よろしくよろしくお願いします。はい、じゃあこれで終わっていきましょう。皆さんお疲れにゃー。